知らないです、はい、で今でもこのレイアウトで今設計は進めてまして、1年後に実装を、まあ、今目指して研究開発してます。そうですね、やってんじゃなくて。そうです。こっちはあれはリアブレーキになってます。はい、ただまあ、テスト段階でやっぱりクラッチをモトクロスは使うの で、ね、そういうのが欲しいっていう声もあるので、今後ちょっとまあその辺も考えながらというところですね。はい、はい、結局ライトもバイクはっていう、うん、で満島を走ってるうちのロードレーサーはないんですよ、クラッチは。ただまあハンクラみたいなのをそんなに多用するわけではないので、ほぼ全開のマントだとそういう形なので、だからまたそれも含めていろいろ課題ですね。乗り手の対応っていうのが、そうですね、あります、はい、乗り方が変わっちゃう、はい、その時のポイントデザインで、いや、これはもう今回の商用にちょっとインパクトを出したかったの で、あとまあちょっと中身を見せたかったので、なるべくこういうスケルトンのようにシニカンを切って今回こういうシニカンみたいなものを使うで、もうちょっとですねケースは四角い形になりますけれども、まあ、ちょっと無限のロゴが入っている位置あたりにバッテリーを下に持った上に、インパーターというか、そうですね、インバーターと、まあ、モーターを増やすために今ラジエーターはつけてるんですけども、電動バイクっていうと、電動で、はい、輪脚が大変で、そうですね、大型のファンの状態もあったんですけど、そうなんですよ、ラジエーター形式でいい感じ。満島の電動バイクもラジエーターとオイルクーラーがついてるんですね。はい、で、満島の場合は全開率が非常に高いので、モーターの発熱に対して、揺れでやってるんですけれども、モトクロスの場合は、まあ、それほど全開率が高くないので、水冷でいけるという判断をしたんですね。ずっと動かないの？全開、全部全開。そうですね。まあ、揺れにするとポンプを積まなきゃいけないとか、まあ、当然その分重くなったりしますので、今のところ水冷で設計してます、はい、どこからチャリね、履いたてのチャリみたいなを目標に今頑張ってますけれども、はい、その後そうするといずれ危ないっていうこの視野には入れてますけれども、透明はモトクロスター、まあ、レース用にというところで、スクーター以外の一番機っていうのは、そういう一般の、VT 系のとか、そういうのじゃなくて、モトクロスター以外にそうなんですか、はい、うちではそうかもしれないですね。結構、ベンチャーとか、昔からベンチャーとかもありますよね。結構ね、どこでも取り組まれて、そうですね、はい、やっぱり市販車になるとやっぱりその航続距離の問題とかメンテナンス性の問題とかいろいろ出てくるんで、まあ、その辺はまだ先のちょっと課題になるんですけども、そういうふうに思ったらそういうふうに、そうですね、まあ、比較的レース自体も短い距離ですし、ありがとうございます。